スティーブンズトレジャー。なんかさ、全部一緒じゃなくなかった？だってそう、なんかね、骸骨はこの人に売ってみたいなのあったから、ね、茶葉とかはあの人みたいな感じだよね、うん、あ、じゃあ意外と全部売れないかもな、もしかしたら一旦売ってみるぐらいの感じ。それか全部売れるところかもしれない、うん、ここあいつ売ろうとしてあいつらここにいたしょ。止めてー止めてー。あ、でもなんか何人かいる。よし、いや、一人だな。売ろう。よし、売ってみよう。ちょっと持ってってみよう。どう？ほっ、あ、なんか違うかも。え、なんかもうここ専用のやつ。すべての交易所を訪れる。あ、違うね、これ売るとこじゃないね。売るとこじゃないもん。略奪者の宝箱は納品できない。開拓地へ持っていけ。開拓地が、開拓地が最初いたとこか。じゃあ開拓地もあ、でもここら辺近く開拓地ありましたよ。あ、本当？大丈夫、俺マップ見よっか。俺マップ見れるから。あ、大丈夫です。いや蛇と言っちゃうから、蛇と言っちゃうから、また間違えちゃう、蛇と言っちゃう。あー、でも兄さんがもう占拠してるわ話せよ。これね、蛇と言っちゃうから。左後ろね、左後ろ、真後ろかな。 OK です、OK です。左のまっすぐの、左のやつだね。はい、一応見るわ、俺も確認するわ、それ。あ、ちょっとお願いします。これ、いいよ、合ってる。あ、セカンドオピニオンで大丈夫、合ってる、うん、あ、よかった、安心、うん、短かった。開拓地の3文字、略奪島って書いてあるんだけど、さ、短かったから。あの、ごちゃごちゃってなると分かんないから。そうそう、ごちゃごちゃってなってなければ大丈夫ですごちゃごちゃってなってても、ちゃんと読んでよなんだよ、止めてよ。あ、死んだ。やばい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 。あ、待って、いたかねえや。さあ、もろもろあって着いたということで、はい、ね、無言で後悔してましたが、ちょっと待って、ちょっと待って、無言で後悔しておりましたが、うろうろうろー。いや、これいくらになるかな、いくらになるか見とこ。修理してから、ちょっと早めに、早めに売ろう。そうなのよ、うん、そうね。ふうさん、穴開いてないでしょ、多分もう大丈夫かな。うん、一応確認する。あの、沈んでたら最悪だ。沈んでたら最悪よ、もう、うん、まあ、沈んでても宝浮いてくるからね。400…488 からだな、これやばいんじゃない。茶葉とかってお金なんねえのかな。茶葉なるはず。茶葉はあの奥の、あの桟橋のところ、桟橋登って左の人に売る。おー、1400円、やっば。熱茶葉。これはドクロ、骨、あの紫ドクロか。いや、骨がついた宝箱。これはドクロ宝箱。1100円。やばいわ。死神の宝箱っていい？いいよいいよいいよ。これはで、ね、やばいと思う。なんかね、小池さん、しかもなんかその赤いのついてんのよ。そう。ほんとだ。チカーってしてる。そう、位置がバレるなってんの、それ。で、めっちゃ高そう、それ。あ、どこだ？宝箱はどいつに納品すんの、これ。宝箱、今、宝箱置いてあるところの目の前のおっさん。このおっさん？このおっさん、ちょっと待って。え、ごめんなさい。死神の宝箱はここには納品できない。死神の隠れ家に持っていけだって。うわ、死神の宝箱。じゃあそれ持って帰ってきなよ、こっちに。これは、これはちょっと持って帰りましょう。大事にして、大事にしよう。あ、極悪賞金どころ。ええー、名前かっこいい。保管箱は売れないんだっけ。あ、全然800円。保管箱売れなさそうだよね。全然800円。売るにならないんだよな、持ってけとかも言われないし、うん。おいおいおい、まだあるじゃん。怒りの王の賞金どころあるよ。熱っ。これは、これでしょ。一番は。それ一番。確かに。見たことないですもんね。でしょ。もう人形の宝石高っ。え、高っ！そんなするんかい。これどこで手に入れたやつだ、この三角形の。何パセ？うぅ !5000 円よ！5000円、熱っ！5100円よ、さっきのドクロ。何のドクロだっけ。なんとかの王の、なんとかっすね。はい。これっす、これっす、これっす。怒りの王の賞金ドクロ。貿易会社の代表。もう全部売ったかな。あと保管、
うん、全部た。はい。5,000円ぐらい、5万円ぐらい。これさ、これ、小池さんが売れなかった宝箱あるじゃないですか。うん。これあれなんじゃない？後ろのさ、あの赤い線が登ってる島なんじゃない？なんて島に揺れて言われてたっけ？死神のなんちゃらみたいな。うん。この宝箱から出てる光とね、同じなんだよ。ああ、あるある。死神の隠れ家。死神の隠れ家。見つけたよ。見つけた？行こう。行こう。え、あの赤いとこで合ってるかな？全然合ってない。なんだ今の赤。右回ってるっしょ、今。右回してそのまま。はい。あ、オッケーって言ったらまっすぐ行ってしょうね。小池さんも一応見といてください、兄さんも。ああ、そっか。大丈夫だって。なんか料理とかするわ。あ、ちょっとマップ付近で。ああ、ね、しよーっと。なんだ？なんだ？ああ、泣いてる。直す直す。なんでこの赤い印が出てんだけど。あれ？あ、ドクロのやつか。これ。双子林の島でしょ？違うね。いや、これだ。まっすぐ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 。あ、やばいやばい。違うわ、違う。やばいわ、やばいわ。やばいやばい。この方がブオってなった時は一番好き。このゲーム、このゲームで、このゲームで一番好きなんだ。うん、ブオ、宝を奪うとか敵を倒すとかじゃないですか。砲弾当てるとかじゃないんだ。ほがブオってなった時は一番好き。そしたらもっとおすすめのゲームあると思います。なんか素朴、違う、うん、そこだけを楽しめる。おお、早い早い。ヒロチ、左ぶつかるぞ。まだぶつかりやしねえけど。もうこのまま行くとなんか、どこ、ま、孤島にぶつかりそうだね。うん、ぶつかる、ぶつかる。違う。とこじゃないの？違う。前にね、なんかね、あの、おい、蛇島連れてかれた。蛇島だよ。おい、やめた。違う。これはヒロチンが悪いよ。左っつってんじゃん。左5度っつってんじゃん。で、前のになんかやべえ船いるぞ。え？船？マップ上で。うん。見てみ？マップ。こういう時は許してくれるんだ。マップいいの。見てほしいだな、ね。うわ、ほんとだ。終わりだ。あ、終わり。あの赤い煙のやつじゃない？ああ、それがそうなんかな。あの赤い煙のやつ、あれ多分船だね。右右、ちょっと岩ぶつかっちゃう。右。右切って。ナイス。あれボス戦だな、多分。ボスか。じゃあちげえのかな。で、左切って、ゆっくり。死神島には向かってるのか。本当だ。大ボス戦。やべえのいるな。あれやばいね、なんか。死神の隠れ家に向かってんじゃん、そいつらも。うん、向かってるね。うん、ね。死神のだから左だね、もうちょっと。あそこのなんか低い島が多分死神の隠れ家。山もなんもないと思う。真左っつうか。じゃあもう分かる。船が向かってるとこね。うん。あれ、水源落としちゃう？やっちまうか。やっちましょうか。そんな感じでいける？すんごい火炎瓶3つあるんで。いや、いけますね。いや、まず小池さんが乗り上げて火炎瓶ポンポンポン、前、真ん中、後ろで行けるでしょ。人なんかな、あれ。そんな感じでいけるんだ。いやー、人じゃないと思いますよね。人じゃないでしょ、ずっとあそこいるからね。うん、いやでもほら、あのなんか宝物持ってると場所バレるよみたいなのもあるみたいじゃん。いやでもあんな、あんな燃えだって、あの戦闘から火出るぞ、あれ多分やばいな、あれ竜の口から火、あ、消えた、あ、消えた、え、消えた、え、なんでマップは次元式なんだ。次元式マップからも消えた。次元式なんだよ。なんだ、いや、やれたけどな、もう完全にやる気満々だ、ね、やれたな、ヒロちゃん。やれたけどな、やれたな、悔しいな。マジ5秒だったけどな。な、まあ今日のところは見逃してやるか。今日のところは見逃してやるか。探しもしないし、これ以上探しもしないし、だから追ってもないよ。死神の隠れ家、これ敵いるよな、きっとな。いないかな、ね、いやー、撃ってきてる。あー、撃ってくる。もう、え、攻め込んだ方がいいのこれ、それともこっから撃った方がいい。いや、もう宝がねえから、あの宝箱だけ持っていこうぜ。うん、攻めよう。それでいいじゃん。うん、
俺宝箱持ってくわ。なんかあそこ光ってんだしかも。うわなんだこいつ。あキャップめっちゃボスいる。うわあ。エギボスいる。待ってプレイヤーいる。一撃撃たれた。プレイヤーかこれ。一撃撃たれた。売るとこどこだ売るとこどこだ。俺撃ってくるわ。プレイヤー骸骨がいるここ。プレイヤー骸骨。いやプレイヤー骸骨いるよ。あ、なんか人魚もいる。プレイヤー人魚？俺も行ってる行ってる行ってる。一枚倒したよ。骸骨。骸骨を倒すするから。あれなんかあれ乗り込まれてるよ。今戻ってる俺。これ人じゃない？なんか人骸骨いる。ただ別に乗り込まれても俺持ってるんで。まあ、中なんもねえのか。貿易会社の、え、死神の宝箱ここには納品できないし、貿易会社の代表に届けるって書いてあるんだけど、なになにこれ。オッケー売るわ売った。ナイス売った。あ、青25円。ちょっと俺人魚やるわ。青25円。これ何プレイヤーじゃないのか今。いや、プレイヤーじゃない。いや、プレイヤー骸骨いたよ。あー、いや、プレイヤーもいる。プレイヤー骸骨いるよ。燃えてる燃えてる、やられた。あ、今から俺が、あの、全員この船もろとも火炎瓶で焼き切ります。なんで。どこ行った、どこ行った、まだいる敵。一応なんか雑魚敵はやったけど、なんか召喚できるみたいなのあんの。ああ、やっぱいるわ。あ、一人やったよ、一枚どんどんどん食べてるわ。やったよ、なめんなよ。さっきのプレイヤーみたいなやつ何なんだろう。船もいないし。ね、骸骨だったね。そう、骸骨なんですよ。けど名前が白だったよね。NPC プレイヤーみたいなのいんのかな。ね、白い名前だったんだよな。キャプテンフレームハートに売ったんすか。そう。キャプテンフレームハートの左側にいるなんか側近みたいなやつに売れた。よし、やったやった。あれ待って、みんな。なんか味方の骸骨手に入れました。え、あ、アラクレコンスタブル。いや、さっきねそれ連れてきたんだよそいつ。その NPC じゃない骸骨。ここさん、ほらこっち、ここでこっち、ここにねアラクレコスタンブルがいんのよ。コンスタブルが、あれあれ、ほんとだ、仲間なんだけど。こいつやっぱ骸骨だから、うちの船とか分かってないからついてこない。脳もないもんな、なんもないもんな。アラクレコンスタブル、なんでだろう。なんかちょっと待ってよヒロチン。はい。アーグドリア・セプテリシもいるよ。アーグドリア・巨漢バーリーもいる。嘘だろ。あれここなんか仲間になったのみんな。あれ小池さんが宝売ったからかな。あ、マジでそれある。死神王なんだ。ここが、あ、なんか消えた。待って、コンスタンティンみたいなやつ消えた。死神王なんだの。フジ小池さん、小池さん、もしかしたら死神と契約してしまったかもしれませんね。あれ、パイレーツ・オブ・カリビアンのオーランド・ブルームみたいなことしてるかもしれない。あれ心臓をどっかに捧げちゃったんじゃない。マジか。ずーっと死者を呼び、あの、サンズの川渡らす役しないといけないかも。10年後だ、会えんの。マジか。あの、瓶の中に砂詰めといてもらえるか。きつきつい。や、10年に1回か動画撮んの。もう無理だよ、うちのチャンネル。ダメか、編集に悪いよ。あ、怖え。なんか、骸骨めっちゃついてきてる。あ、骸骨乗ってきたじゃん。あ、マジ。うん、味方だよ、でもこれ。骸骨来てくれた。うん、うん、え、なんか後ろの船からめっちゃ撃たれてません。うちの撃たれてる。うん、燃えてるよ、なんかとか。あれ、プレイヤーだな。てか、湧いてきた、湧いてきた。敵が湧いてきてる。ほんとだ、無法マギニス。プレイヤーがいるよ、後ろに。ホールリプリー、やば。プレイヤーいる？いる、うん、後ろの船、あれプレイヤーだと思うよ。あ、オッケー。ここ俺、まあどうでもいいですけど。まあ僕も俺ら何もないじゃん。まあ今1個持って帰ってきたけど。じゃあプレイヤー潰しに行く？
まあ、プレイヤーはやりたいよね、最後。許すまじ。兄さんがこれ単体泳ぎで行ってるけど。やば。遠くない侍それ遠くない侍だいぶ遠いね。とりあえず船俺が先に着くか、サメが俺に先に着く。あ、ごめん。ちょっと、中二階で死んでるから助けてくんない？はいはい。すまんすまん。燃え尽きてしまったよ。お、ほらほら、頑張れ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 。それ船動かせる準備できる？誰か今やりたいんだけど、ちょっと開けてみます、ね、もうすっごい燃えてる。あ、なんかやられたかも。あ、乗り込んできてるこれ誰か。いや違う、あれね、骸骨がいるのよ。あ、骸骨か。あ、乗り込んできてる。いや、いる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 、乗り込んできてる。公開し、あ、やっぱこいつ俺だよな。プレイヤーだよな。名前白いもんね。マジ何にもねえかんな。そう、なんもないからね、別に。あ、こっち来の人いなくなったね。あ、そうなんすか。ここにいるよ、多分船に。ほんと、じゃあそっちに近づけようかな。みんな知ってる。まあ、兄さんそっちぶっ壊しといてもいいですけどね。うん。確かに。リスポーンできないように。そっち、倒した？いや、もう3人ともやられてるよ。あれ？あ、1匹いるわ。ボコられ。はい、やった、やりました。え、これ違う。あ、いるわ、まだこっち。あ、本当だ。いや、だからこの白い名前の、白い名前の、あ、行っちゃった。骸骨がいるんだよ。これプレイヤーなんじゃないかな。コード224でしょ、うん、多分そうだと思うよ。ここにいるもんだって、今船の上に。船長室燃やされてる。だから多分その人たち海賊じゃないと思うんだよね。あれスキンだね、多分。あ、スキンか。あとなんかね、今そのドクロ島行ったじゃん、うん、でなんかドクロ島のものとして航海に出れるらしいの。なんかちょろっと読んだ感じ。あ、でなんか刺激レベルみたいなの上げるとショップでいろんなもん買えるみたいな。じゃあそいつだ。なんかこれプレイヤーだね、これ。なんかそんな感じするな。ショットガンでやられた。で、多分船沈むぞ。これやられた。いいよいいよ。燃えたんかなこれ。燃えてる燃えてる。あいよ。あいちょ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 。あいラッパマブクだ。あいちょ。あいちょ。あいちょ。燃えてるけどね。あいちょー、あいちょがりー、あいちょがりー。これもう俺たちの船がないんじゃないかな。あ、じゃあリスポンそっちできねえか、多分。そんなボロボロされてるじゃない。あ、ほら、私森いわく自分の船を自沈させて、まっさらのところから離す方がいいこともある。あ、じゃあまだ、あ、まだあんじゃん。やられた。なんだ。まだあった方がいいけどね。まだ火炎瓶投げれるから。だからすっごい。あ、あ、豚が。あ、なくなってるね、多分。あ、巻き直してるわ。くそー。マンゴー拾っとこ。まあまあいいんじゃないですか、今日は。いやでもお金はめちゃめちゃ、いやーすごいですよ。いや、いいね。4万です。4万。そうね、俺も5万とか4万5000円ぐらい。素晴らしい。まだまだ全然イベントありそう。やってないから、ね、何も。え、うん。何もやってないじゃん、だって今日。え、いや今日はかなり進んだでしょ、だって。いや、かなり進んでるとは思いますけど。今日のは完全フリークエストだったって。フリークエ、フリークエ、その散歩して、うん、道中にある飲食店に入っただけ。え、っていうゲームじゃなかったっけ。違う。ここ行ってくださいとか、あれやってくださいがあるんだけど、お、今日は散歩して、なんかこの店うまそうだなっつって入ってチャーハン食って帰ってきただけ。いやいや、海底神殿とか行って探索できましたね。行ったね。入れなかったけどな。メガロドン怖かったな。メガロドン、まあ、メガロドン、まあ、あれもだから要は王将だよね。仲間、まだ乗ってるんじゃない、俺たちの船に、あの骸骨仲間。いそう。ねえ。誰なんか売ったの？お腹いっぱいだよ。
今1000円のもの売ったの誰？売ってないよ。それバグってるだけだよ。幻覚じゃない？俺さっき1個だけ宝箱持って帰ってきたの、ヒロチンのやつ。うん。なんか所有権みたいなのがあんじゃねえの、もしかしてこのゲーム。発生した？それが仲間の骸骨が売ってくれたか。仲間の骸骨あるね。仲間の骸骨売ってくれんの？仲間の骸骨が売ってくれたか。じゃあ行ってくるわ。行こうぜ、よし。ああ、エンディングじゃん、本当の。交互期待。本当にエンディングじゃん。座礁してんの、これ。あ、いけるか。いける。行ってきまーす。いってらっしゃい。